やっぱり火災ですね。関東大震災でもやっぱり火災で 96% 亡くなった方の 96% が火災だったということなんで、東京とか、大都市圏にはまだ木造住宅が密集しているところまだありますからね。そこをなんとか抑える、もう火っていうのはやっぱり一番怖いなと思いましたね今回。火や揺れ、それから冷え、さまざまなこう物理的な大変さっていうものを大地震体験すると皆さんこう目の当たりにすると思うんですけど、自分がこう離れたところにいて自分ができることないかな、ないかなって探したときに、どうしてもこういう情報が回ってるかもしれない、善意で回しちゃおう、情報をこうどこかにまた拡散させた方がいいんじゃないかって思ってしまいガチだなというか、誰かのためになりたいっていう気持ちが誰かをこうより混乱させることもあり得るっていうことを学んだので、それは本当に危険だし怖いなっていうふうに思いました。ももクロ玉井が関東大震災の痕跡が眠る海へ。そこで見た命を守るヒントとは。すごい。明日巨大地震が来たら9月1日午後5時50分。すごいな。